よう。やべ。しゃ。失礼する。あいつ、いいかね。ふん。私はオーゲン。おお。いや。失礼。ほう。よ。君か。よし。ことは。失礼。すまないが。アーフェン君。
し。よう。あら。へえ。あら、やれやれ。ん？へえ。ああ。うん？いや。よっしゃ。答えなどない。おい。おう。すまねえ。お？だと？ん？何？メリッサ。ありがとうございます。礼には及ばん。おう。
君か。どうしたんだ。いや、まあまあ、笑わせるな。大丈夫かよ。おいおい、ああ、何？すまないな。ありがとな。メリッサ。私は
それから。それから。なぜなら、救うべき人間じゃない。アーフェン君。に立つものを持ってなかったか。散らかっちまってんな。整理する暇なんてずっとなかったからな。オーゲンはこのまま死のうとしてる。それも強い信念を持って。してやれる。俺は何もできねえのか。薬で病を治すだけで手一杯なのによ。人一人の人生なんて俺の手にはでかすぎるぜ。俺はただの小さな人間だ。なんだこれ、手紙？親愛なるアーフェン、これを読んでいる君は薬師として旅を続けているだろう。旅立ちを後押ししたけど、実は少し心配なんだ。君のことだ。旅先で誰かに肩入れして、誰かと同じように悩み傷つくこともあるかもしれない。だけどそんな時は思い出してくれ。僕と肩を並べて勉強したことを。セーフ。おかえり、お兄ちゃん。ただいま、ニナ。なんでもないよ、アーフェン。誰かのために自らを顧みない君を尊敬する。僕が知る限り、君は最高の薬師で友達だ。大丈夫。悩むことなんて何もないさ。君は信じる道をしっかり歩いてくれ。君らしく胸を張って。追伸。話すのは恥ずかしいから手紙をカバンの奥に隠しておくよ。
手紙にしたって恥ずかしいこと書きやがって。だけどありがとうよ。なんかつまんねえことで悩んでたかな。しゃあ、もう悩まねえぜ。決めた。俺は信じる道を行くぜ。なあ、そうだろゼフ。それに恩人さんよ。よし、待ってな、オーゲン。やっぱり来しまった。悪い。アーフェン君、頼むから、もう私を放っておいてくれ。せ。ごちゃごちゃうるせえ。いいから横になりやがれ。何をする。自分は罪人だって。はっ、上等だ。どんな人間かなんて関係ねえよ。命をより分けるなんて俺にはできねえ。この手で救えるならどんな命だって救ってやる。それが薬師ってもんだ。俺の信じる道なんだよ。応急処置はした。これで少しは持つだろう。何をする気だ。決めたぜオーゲン。俺はあんたを治す。病も、そしてあんた自身もな。その体を治す薬を必ず作ってやる。待ってろよ、オーゲン。なおさ、私を笑わせるな。だけどそんな時は思い出してくれ。僕と肩を並べて勉強したことを。アーフェン。確か
さか。よし。アーフェン君。よし。なんてこった。お、ありがとうな。しゃ、アーフェン。立ち塞がるなら狩るだけだ。よっしゃ。
悪いな。盛り上がってきたじゃねえか。それでは。精神よ。上がってきな。どう動く？さみだれよ。なかなか考えがいがあるね。サルターウェンタ。行きましょう。マレフィッチ、逃げて。私の出番は全力だ。雷天将ブランドよ。なかなか考えがいが。ペリーテネブライ。さてと、ほらかかってこい。サミダレよ。癒しの奇跡を与えたな。さてと、ほら。横一文字切り。なかなか考えがいがある。あれこれこい。なかなか考えがいが。あれこれこい。さてと、せい。さてと、やるぜ。相手に敬意を払う。よし。よう。やれやれ。へへ。なんだと。おうよ。
なあ、オーゲン。あんた、やっぱ死ぬには早えよ。誰かを助けたいって気持ちがあんなら、あんたにはまだ救える人がいるはずだ。まただ。かつて君と同じことを言った男がいた。え？そいつも同業者さ。彼の言葉で私は踏みとどまった。希望が見えなくても薬師を続けようと思い直せた。誰だよそいつは。な、オーゲン、君にはこの手がある。たった2本だが、救える命は数知れない。だから生きてくれ。この手を求める誰かのために、誰かを助けたい、その思いがある限り、君にはまだ救える人がいるはずだ。私を助ける。おや、苦しむ人間がいるから助ける、当たり前のことだろ。彼は私にそう言った。君はなぜか彼のことを思い起こさせる。なんてこった。俺もなんだ。俺もガキの時その言葉を聞いて。なんだと。違いねえ、その人は俺の命を救ってくれた恩人さんだ。おじさん、ありがとう。どうして助けてくれたの？うちお金ないぞ。いいかい、苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前のことだよ。俺もおじさんみたいになれるかな。かっこいいって思った。恩人さんの薬とその言葉で俺は生き返ったんだ。あの人みたいになりたくて。俺は薬師になったんだよ。
なあ。彼の名はグラム・クロスフォード。それから、はあ、ありがとうよ。もういいのか、オーゲン。ああ。君のおかげで死に損なった。数日生死の境をさまよったが、最後は君の薬が病に勝った。だが礼は言わん。私は望まなかったことだ。いらねえよそんなもん。この墓標は何だ？君が建てたのか？ああ、恩人さんを弔うためにな。会ってみたかったけどまあしゃあねえな。グラムも会いたかったろう、薬師となった君に。さて、そろそろ行くか。薬を待ってるやつがどこかにいるだろうからな。あんたどうすんだ？さてね、罪を償いながらあと少し生きてみるか。この手で救えるものがまだありそうだ。君とグラムが重なったとき、なぜかそう思えた。思い出したのか、薬師というもの。やっぱ間違ってなかったぜ、俺の信じたもんはよ。じゃあな、もう道に迷うことはねえだろう。お互いにな。笑わせるな。